おはようございます。おはようございます。今日はですね、うちに新しい素材たちが入ってきましたんで、それをちょっと見ながらこういう感じにやれば息ができるよっていうのを動画でやってみたいと思います。今日使うあの素材がね、ここにあるやつなんですけど、心拍ですね。図書じゃありません。図書じゃないです。図書が今ね、杉っ葉がすごいんで、パッと見図書っぽいんですけど、杉とかちゃんと心拍です。で、昭和糸魚川なんですけど、すごいよく全部曲がってるんですね。こういう風に、不規則に曲がってるんで、素材としてはすごく優秀な子たちばっかり。ちょっとシャリが入ってるのもありますけど、うちに今は30個ないぐらいですかね。うん、もうちょいあるかも。違うところにあるんで、はい、もうちょいありますね。どれもこの足元の曲がりがすごく面白いんですね。うん、なので、これを生かした木を作るのにはちょうどいい木たちばっかりなので、このね、この曲がってますから。で、今日はこれをちょっと1個使って盆栽を作っていきたいなというふうに思います。はい、なのでやることとしては、針金かけてシャリを削って最後に、植え替えできればいいかなとは思ってます。はい、じゃあやっていきます。お願いします。はい、でも木どれにしますか。僕見た感じこれがこじんまりとして面白いかなとは思ったんですけどね。シャリとか幹が太いのはもっとあるんですけどね。パッと見今作りやすいのだとあれが一番いいかな。こんなのもいいですけどね。逆に少しね、大きくできそうなのもあるし、別に畳む必要はないと思うんで、ちょっと伸ばしてもいいし、こんななんかもね、こういう風に動いて、これなんか頭にしてもいいし、いろいろできる素材がいっぱいありますんで。はい、今日はこれがいいかな。はい、はい、これでやっていきます。はい、はい、まずは、シャリをつけていこうかなと思うんですよ。はい、で、今この状態だとだいぶ幹は曲がってますけど、シャリは一切ついてないんですね。うんうん、なのでこの先この木をいい木にするには、シャリをつけてあげた方がいいということで、シャリをつけていきたいと思います。第一にこの木をどちらに正面にしようかなっていう考える前に、シャリの方向性はあらかた決まってるんですよ、僕の中で。一番いいとこってここの背中なんですよ。うん、ここにシャリを持ってきたいんですね。じゃあその枝はなくなる。この枝は、なくなる。うん、けどここを傷み木にしたいんであれば、逆に今はこの両サイドを取ってあげる。うんうんうん、その方がこの外側と内側が横に広がるんで、はい、板になりやすくなるんですね。うん、なので、そういうような作業を今日はしていって、で、後々なんですけど、肩側、こっち背中側を取ってあげる、そういうような算段でいこうかなというふうに思います。はいはい、前にも動画でやったけど、水水を残しておいた方が広がるから、肥大するんですよね。シャリの面積が広くなるみたいな、将来的なシャリの面積が、幅が広がるようになるっていうってことですね。はい、ここを重要に考えてますので、下からっていうよりかはここからやってってもいいと思います。これは、はい、ここを背中にした時に、これここは背中、こっちが内側って考えた時、真ん中の部分を削っていけばいいんですね。はい、なのでそこを今から彫刻刀とかを使って削っていきます。あ、そう、まず最初に掃除しましょう。はい、これもだいぶね、時間経ってる気ですね。そうですね、感じ見ると手入ってますよね。はい、で、水水も閉まってる感じ、印象なので、うん、だいぶ植え替えとかもあんま頻繁にせずに、この大きさでずっと作ってたようなイメージありますね。うん、磨き終わりました。はい、こんな感じですね。うん、で、早速今度はシャリを削っていきたいと思います。はい、ここの内側を削っていきたいので、まずはこういう風な形になるかなと思います。背中だけ残しとけばいいので、真ん中のだいたいこれぐらいの幅かな、全体的にを両サイドに入れていこうと思います。で、このこういう木に限ってではないんですけど、特にこうやって動いてる木は線に沿って削ってあげた方がいいですね。なんてですか。やっぱりこの幹の動きっていうのが一番この木の魅力
でいいポイントになるので、これを断絶しながらやっていくよりかはしっかりこの幹の動きの通りにやっていくと、よりまあ古いいい木に見えますから、人工的に見えないようにしないといけないですよね。上はどこまでやるんですか？この辺でいいんじゃないかな。その辺で取っとく。ちょっと地味な作業が続きます。でこういう地味な作業をやっていくことで将来いい木になってくるんで、なるほど。だから初心者より一歩前みたいな感じだね。そうですね。ちょっとまあ癖のある木を生かして、うん、シャリ作って針金かけて植え替えてみたいな。そうですね、うん、ちょっと前。こういう楽しみを覚えると盆栽はすごく楽しくなると思います。そうですね。針金かけだけだけだったらね、1日2日で終わっちゃうもんね、うん、これなんてすぐ終わっちゃうもんね、うん、だけどこのシャリがね結構冬場は、ただあんまり曲がってない木でシャリを入れると、うん、結局その形でもとどまってしまうんですよね、将来的にも硬、うん、くなっちゃうし、はい、だからある程度最初から曲がってる木で入れてあげる方がもうほんと伸びしろが違いますよね。挿し木をしたら2年目ぐらいでちゃんと曲げとかないと。そうです。もう、まあ、曲げる人はね、挿し木の時点で曲げる人いますからね、うん、曲げられるうちに曲げていい素材を作りましょうだ。はい、行きました。はい、日本シャリを、はい、入れたという状況ですね。なんつったで、一点ちょっと考えなきゃいけないことが、この水水を肥大させたいのでこっち側を生かしてないといけないっていう中で、この上がねもうシャリになっちゃってるんですよ。はいはい、ジーンというか、はい、生きてないんですね。だからじゃあ大きくなこいつを残しとかないといけない。ああなるほど。その上は水吸ってないんだ。じゃあ水吸ってないんです。へえ。だからここを残さないといけないので、あれかちょっと完成形は完成ただ後々陣にできるようにグネグネにしとこうかなと思うんですけど、はい、陣になりますよっていう感じで、はい、で残してきます。はい、次は針金をかけていこうかなと思います。で作っていく中で正面っていうのをどこがいいかなって見た時に、うん、どっちもいいんですよね。これこっちにしてもいいし、こっちにしてもいいし、うん、ただ1個陣がここにあるので、はい、見えやすくするにはこっちの方が傾いてますもんね、はい、だから幹の動きとかはこっちの方が面白く見えるんですよね、うん、迷いどころなんですけど、一応こっちで作って、はい、似たような樹形、どっちに作っても似たような樹形になると思いますので、どちらでも見えるような感じにはしておかなと思います、はい、じゃあまずいらないところを剪定していきます。こういうこれが一番の挿し枝になる枝なんですけど、うん、もう立派な枝が何個かあるわけですね。こうでこの辺のちょろちょろっとした枝があるので、こういうのはもう切っちゃいます、はい、であとは少し枯れっぽい枯れたような枝を切ったりとか、少し懐から出てるやつっていうのを切ってはいきたいんですけど、これいかんせん杉っ葉だらけなのでそんなに枝を落としたくないんですね、はい、なので、使えるやつは使いながらも、例えばこうやって下になりそうだなとかっていう木は枝はちょっと取ってあげたりとかで針金をかけやすくするようなイメージですね、はい、この辺も残しておくんですか。これちょっと残しておこうかなと。やっぱこのこういう木の場合はこじんまりこじんまり作りたいので、はい、もしこいつが長くなった時にこいつに立て替えられるような、なるほど、そういうような状況を作ってあげないと、どん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 間延びした木になっちゃいますね。例えばこのこういう中でこの辺から生えてるじゃないですか、懐から 2,3 本生えてますね、うん、こういうのあるんであれば、例えばこういう枝の分かれ目から生えてるのはこういうのは取っちゃってもいい。この中で例えばこういう下向いてるやつとかを取ってあげると針金が綺麗にかかりやすいですね、はい、あとはこういう本当の懐から入ったやつ、太くなっちゃってるやつはこういうのはいらないと思います、うん、枝元なんですよね。これ枝元から入ってるのはこういうのはいらないと思います。こういうのは残しておきましょう。枝の途中から入った赤いやつ、うん、で頭の方は、まだ枝ができてないところが多いんですね。ただ単純に杉っ葉が伸びてるだけのような感じなんで、枝を作っていくことを重視して剪定します。なので例えばこうやってぐちゃぐちゃってなってますけど、この中の1本ぐらい太いやつを選んでしっかり伸ばしていくようなイメージですね。この枝をこの裏に使ったりとか、これなんかもいらないところちょっと下向きの落としながらも裏にこうやって使えたりするような剪定をしていた方がいいです。なのでちょっと
こうやってこういうところのごちゃごちゃした根を取ってあげてもいいですね。もうちっちゃくては見えないですね。要は選んで残すってことですね。そう、枝をこの枝を扱うなっていう、この枝をここに持ってこようっていうのを考えながら選ぶといいかもしれない。杉っぱですからね、これが、うん、杉っぱの時は、どうすればいいですか。本来は何もいじらない方が理想ですね、そうするとなんか先端から元の端に戻ったり戻ってくるんですよって感じですよね、はい、枝分かれのところから出てる杉っぱだったら、取っても別にそこからまた生えなければいいのか、ただ力がまた枝に溜まりやすくはなりますけどね、ただいらない葉っぱを残しておく必要はないと思うんです僕、はい、必要なところの枝とか葉っぱだけ残してあとは取ってあげた方が、実際使わないのにそこを杉っぱから本場に戻したってしょうがないので、そうね、こんな感じでいいかな、はい、とりあえず、はい、できました、はい、そしたら針金をかけていきたいと思います。ここの太い幹はあんまり今回かけません、もし縮めたいんだったらさっきみたいにこうやってインチロックでこうやって潰してあげたりとかするとより厳しい表情になってくるかなと思いますけど、はい、そしたら枝をかけていきましょう。こいつもかけないといけないですね、その残ったところですね。なので、はい、これとこの差し枝をまずかけてあげましょう、近いです、はいはい、でこの陣とこの頭をう、そういうような考えでいます今は、はい、ちょっと高めにしておくか。こんな感じで元に1回かけました、はい、で陣なので上に向かしたいですね、下からの陣というのはあんまり自然界であんまりないと思うので、でなるべくこうやって生きてるうちに、不規則に曲げてあげるっていうのが重要かと思います、はい、枯れてから動かすよかは生きてる柔らかいうちにかけてあげる方がこの陣は面白い動きをしてくれます。こんな感じでしょうかな、で今度はこの差し枝ですね、はい、こうやって幹が不規則に動いているので、はい、枝はまっすぐじゃなくてある程度は動かしてあげた方がいいと思います、幹に合わせて幹に合わせて枝も操作してあげるとバランスが取れますね、はい、次は、この小枝たちをかけていきます、はい、これぐらい心拍にシャリが入ってるとやっぱり将来の姿がワンランクもツーランクも違いますよね、確かにこのサイズで板シャリついてて枝もちゃんとできてるでこんな曲をついてるって出来上がったらすごいですよね多分、あんまり見ないもんね、そうそう、まずでもね本当の板シャリになると、すごくいいちっちゃい盆栽ができるんでね、はい、こんな感じ、はい、差し枝できました、差し枝、はい、棚をちょっと分けてみました、このサイズでも棚を意識してせっかくなんでね、骨を作っていかないと将来、はい、じゃあ次は頭の部分ですね、はい、この陣にちょっとだけかけて、この頭を少し前傾にできるようにしていこうかなと思います。陣の位置がはそのままですよね、なんでちょっと低くしたいんですよね、その陣の下に入るぐらい、そうそうそう、すごいね盆栽だ、はい完成しました、はい、ちゃんと棚ができてね、これが陣になるって考えたらそうちょっとね今分かりづらいですけど、すごい盆栽になるもんですね、やっぱね。必要な枝をしっかり除いてあげれば、盆栽らしい姿になってくるんですよね。あのボサボサな状態からね。結局盆栽って枝がいっぱいあればいいもんじゃなくて、しっかり空間を作ってあげることが盆栽になる近道なので、枝は少しいらないのは取ってあげた方が盆栽らしい姿になってくると思います。ただいかんせんちょっとね枝数は少ないので、まあ葉数か。なのでしっか
かり骨を作ってあげた後にここからこんもりこんもりしてくるとよりいいものになっていくんじゃないかなと思うので、なるほど、はい、まあ、骨作りというような感じ。これ頭って将来的にどうなんですか？この辺がこんもりあればいいですね。その腎の上の部分隠しちゃう感じになるの？まあ本当はこれもっとこうしたいんです。そうですよね。今ちょっと曲がなかった、曲がなかった、針金の太さ的に、うん、ここああでも、うん、あとはこれでどうにかやるか、はい、うん、まあ、先切っちゃう可能、短くする可能性もあると、はい、っていうことですね。はい、わかりました。そしたら植え替え、ちょっと植え替えしていきましょうか。はい、はい、どれ入るかな。うわちっちゃいね。変ねえか、ちょっとやってみようかな。これとか行けたらね、行けたらいいんですけどね。え、現実案も持ってかないと、持ってってみようか。これでこれは入らなそう。はい、じゃあやっていきます。はい、この中にちょっと入るやつがこれぐらいしかなかったんで、うちの中だと。でも、まあ、見つけていこうかな。いろいろ、はい、ちょっと私物がいくつか混ざってますけど、この中で入るのに入れていこうかなと思います。はい、この辺は現実論ですよね。現実論、はい、理想はこの辺、理想はその辺ですね、うん、ちょっと削っていく具合で決めたいと思います。はい、鉢はいっぱい持ってた方がいいっていうやつですね。そうですね、はい、こういう時に間違いないですね。この上の方のちょっと硬そうなところもしっかり取っていって、この素材も多分挿し木なので、はい、意外と深く入ってるかもしれないですね、幹がね。ああ、鹿沼っぽいのが入ってる。意外と、あ、いけそう？わかんない、ちょっと太いのがあるかもしれない。結構ある、そしたら、うん、でもちっちゃいの入りそうだな。深さが必要か。でも深さす、うん、でもぶっといのが、うん、ズドンってあるわけじゃないですね、これ見ると。あ、すごい浅い。本当だ、ここまでいけるか。入りますね、どれも。一応ほぐしていく間に根がなくなりましたね。これでもね、全然大丈夫ですよ、うん、あれ意外とどれでも入るぞ。でもいけない、いけますよね。おお、これ安鉢だけど、もうやろうと思ったら入る。うん、こっちの方でも収まりいいから、なんとなんでこれに植えていきます。はい、じゃあとりあえず入れる鉢が決まったので、はい、少し本当にいらないやつ、飛び出そうなやつとか少し太いやつは切っていっちゃってもいいと思います。はい、この辺なんかもう根っこがねそんなにないんで、うん、この辺なんかも枯れてる根っこですからね。こういう木は丁寧な仕事してあげるといいと思います。うん、こんな感じかな。こっちの下を止めて、これで一回止めます。ちょっとだけ倒したのかな。ちょっとだけ倒した、うん、はい、こんな感じかなと思います。土を小さくするのは木を大きく見せるため。そうですね、ですね。竹を張ります。はい、じゃあ水つけよう。ちょっと水つけます。苔を張っていきます。
いいとこに肥後系が、肥後系のやつをわざと選んできました。かわいいですね。かわいい、便利です。これ100均セリアだっけ。セリア、このサイズの盆栽だとね、普通のやつ大きいもんね。大きいかな。来ましたね。はい、よし。はい、完成しました。はい、お疲れ様です。本当のもうミニみたいな、そういうサイズになりましたね。うん、ちょっとここだけ天神じゃなくてまだ生きたままなので、見た目がちょっとおかしいかなとは思うんですけど、まあ、こっちだけで見ていただければ、はい、だいぶ格好がついたんじゃないかなというふうに思います。でこの作業を通して、骨作りっていうのをやったので、この先は逆に言うとシャリを削っていったりとか、枝を細かくしていくともっと樹角が上がってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、なので総じてやっぱりこの木は曲がりが良かったっていうのが一番の、ポイントだと思いますので、この素材いっぱいありますので、ぜひうち来ていただければ、早い者勝ちかもしれないですけど、はい、選びながらこういうような盆栽が作れますので、ぜひやってみてはいかがでしょうか。なんかいいところはいろいろあるんだけど、この鉢のサイズに収まったのもちょっといいポイントかなと思います。そうですね、なんか挿し木の素材だと下の方に長いのが埋まってること結構あるんですけど、全然この下は細かい根っこだけだったので、ちっちゃい商品サイズにもで、商品というか、ね、ミニサイズにもできますので、ぜひやってみてはいかがでしょうか。はい、はい、盆栽始めました、はい、でちょっとやってますみたいな人がこういうの手出して、かなりね樹角上げられると思うので、将来性もあるし、はい、やってみたらいいのかなというふうに思いました。ステップアップとしてこういう木をやっておくと、将来いい木になってきますから。そうですね、はい、これで10年持ってたらとんでもないことになりますよね、マジで、はい、5年でもすごい木になると思う。そうですよね、はい、5年じゃない、もう3年ぐらいで、うん、しっかりシャリ削って ね、細くすれば、すごい気になると思いますから、はいはい、ぜひやってみてはいかがでしょうか。はい、はい、じゃあこの動画がよろしいと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。 Please subscribe and thumbs up. Thank you. Thank you. バイバイ。ありがとうございました。もうちょっとちっちゃいから、もっと顔の近く持ってきて。気に合ってないけどね、かんちゃんの顔には。ちょっと半笑いなんだよな、ね、この辺か。どうだろうね。もっと木がこっちの方が大きく見える。こういうのがいいのかな。顔がなんか、はい、まあボケてるけどね。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあランチへどうぞ。はい。Thank you.